トントコイトとアシスタントのクちゃんです。今日もこの2人でやっていきますよ。今日は2月の11日木曜日です。はい、ではでは恒例のロザリアンあるある、イエーイ。人の家のバラなのにクンクン香りを嗅いでしまったことがあるある。やりますよね。人のお宅のバラなのに思わず香りを楽しみたくて我慢できないことってありませんか？とっても綺麗に咲いているバラ、ちょっとお家の人がいないか確認して香りを嗅いでしまったことありますよ。はい、ではでは今日の、はい、やっていくこと、先日バラ苗15株購入してきましたが、こちらのリパフュームとブルーリボン、こちらの今日は変な植え付けをやっていこうと思います。はい、出ました、またとことんとこいと始まっちゃいましたよ、変な動画。はい、今日はこちらの何でしょう、これ根菜ストック袋。こちらと、はい、こちらの重度ベジタブルストッカー、こちらに植え付けてみようと思いますよ。はい、ローズボールみたいな感じになると思いますけども、はい、やってみないと分かりません。もうこの重度って朝ですね、朝がこう朝の一種、まあちょっと劣化しやすいっていうことがあるみたいですけども、実際にどれぐらい劣化しやすいのか、土が本当に下から漏れてしまうのか、ちょっとその辺の耐久性も調べながらやっていこうと思いますよ。はい、こちらにこうバラを植え付けてハンギングにしていこうと思うんです。はい、どうなることでしょうか。ではでは本日も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではいつものように植え付け準備やっていきましょう。ではこちら鉢から出していきましょう。ちょっと購入してきたバラから黄金虫出てきたら嫌なんですけども、こちら地植えにしてあったバラを掘り起こしてここの鉢に入れてあるそうなので、まあ大丈夫かと思いますけど、はい、開けていきましょう。言ったな、あははんって感じで、よし、よし、シャフター入れていきます。じゃあちょっと違えた、これはウサギの糞だった。リバースリバース、ウサ踏んでた。まあいいか、ウサフンちょっと混ぜとくか。
そして先ほどの柔道ではちょっと耐久性がどうかなと思って、こちらの、はい、盆栽ストーク袋も用意しましたよ。こちらは本体がポリプロピレンなんで結構耐久性があるかなと思います。メデール希釈液をたっぷり入れてやりましょう。ザブ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 。ジャバジャバ水漏れますけど、こちらはなかなか水が漏れませんね。ただこちらもちゃんと水ははけることをお風呂で確認しておりますので大丈夫です。ちゃんと水がジャーッと流れますから安心してください。よし。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。謎のローズボールバラ玉作っちゃいましたけども、あれでうまくいくかどうかわかりませんが、はい、あれならちょっとこううまく空間が使えそうな感じがするんで、もうちょっとバラが増やせるかなと思いましたよ。はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。また見てね。はい、これ貸してあげる。早く目が落ちちゃう。これが分かった方は相当のジブリ好き